どうも、りゅうです。で、今からね、楽しまる駅のね、紹介をしていきたいと思います。せーの、あ、していきたいと思います。 GO。 はい、こんな感じです。可愛いです、カッパがね。今閉まってるんですが、ここにはカフェがありますよ。ね、カッパのマカロン美味しそうです。今度食べてみたいですね。あっちがですね、なんとね、ホームがちっちゃくて、こっちが大きいんですよ。なぜかというとですね、こちらには七つ星というリゾートの列車が止まるんですよ。だからこういう風に仲いいんですよ。はい、ここ降りてますね。危ないですね。ね、ちょっとがいます。鳥が、お、鳥映ってるかな。綺麗ですね。停車位置どこだろう。停車位置ここかな。わかんない、わかんない。ほら、カッパの、あのくちばしの下です。はい、改札口こんな感じです。中はで、改札口で、こちらに階段で、あちら久留米方面乗り場です。はい、自動販売機、ほら、モンスターエナジーありますよ。それとね、今日買ったのはこちら、電車の旅のね、ジュースです。可愛いですよね、あれ。楽しまる駅の、ああ、飴を舐めてるんですけど、美味しいです。あれがですね、見ますかね、あれがカッパちゃんです。12分です。15分のやつに乗るんでね、可愛らしいですね。ここちょっと改札口、今日はなんかあれが何だっけ、こちら九大本線の駅、カッパ駅です。通称カッパ駅、楽しまれ駅のことをカッパ駅と呼びます。はい、あれがサイレンです。あ、音ですかね、サウンドの音です。そうですね、いろんなものがありますね。こちらには謎の鏡ですね。これなんで鏡があるんですか、皆さん教えてください。こちらは何か書いてあります。ほら、あっちにも346と466。名所案内、時刻よ、早く。来ましたよ。今から乗るのが到着します。来ました。青色やない、青色やない、よかったよ。違うかもしれん。青や青や、青や青や青や、
鹿児島温泉から取り入れたも列車ですね、あれは。はい、すごいです、すごいです。青列車、よかったね。うほうほうほう。すごいです。青い列車が一両編成で入ってきました。すごい。ね、青だ、本当だ。一つで雪排気がなんか、全部青ですよね。乗れます。あ、そっちだ。よいしょ、乗りました。青、はい、青です。車内もちょっと違いますね。ね、うん、ほら見て、赤い面とこっちね。お前こういう風だったよ前。そう、違う、赤でもこれ、よかったね、この電車に乗った時青いやつね、この時間。メガネがずれてます。地区用紙です。じゃあ走行シーンご覧ください。すごい、すごい田舎です。すごい、うん、ちょっとやっぱ進んでる感じよね。うん、交差です。交差がすごい。予定通り順調です。
橋に変わりました。うん、おです。次は終点で参ります。はい。じゃあ始まりました。出発進行。シンプルな音や。アリーナ、ほら、ウキハアリーナでーす。なったなった。ほら、またクルミに戻るけ。結構時間長いけど。到着。ドラウキハイキです。ピッコン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 。はい、ありがとうございました。じゃあ次の動画見てください。